えクラブハウスのアイコンの枠をどうやってつけるかっていう質問をいただいているので今日は動画にしましたえいろんなアプリで作れると思いますが私はこのキャンバーを使って作っていますラインカメラとかでもね作れると思いますのであの使いやすいアプリを使えればいいかなと思いますキャンバーを開いてストーリーズを選びます空白を選んで素材の中から図形の丸型を選びます 丸型をタップするとキャンバスに丸型が配置されますので大きめにこうサイズを広げていただいてこれがフレームとなりますのでフレームに付けたい色を選びますそして右下のプラスマークから次はアイコンとなる写真を置いていきます素材の中から写真を置くのに丸型の写真を置きたいのでフレームの丸型を選びます そして写真の大きさをちょうどいいサイズに設定して、えー、写真をアップロードしますアップロードの中から、えー、メディアをアップロードすると自分のカメラロールの写真の中から選べますすで、えー、にアップしている写真を選ぶ場合はこの表示されている写真から選びますそして、えー、写真は調整で、まあ、明るさを選んだりとか、あのー ま隣のねフィルターでもかけれるんですけど細かく調整すすることもできますそしてえっと例えばこの素材の中からまた図形を選んで、えー、図形の中でこう写真の中に何かこうラベルとか文字入れみたいなしたい時はここから選んで私があの 1>, まあ1日2日使ってみたやつはラベルを入れてたんですけどこういった形でラベルを置いてそこに文字を載せていくという形です。でちょっとまあ例えば色を変えてみてここではちょっとあのサンプルなので適当に作っていますけどもプラスから素材を選んでここではサンプルなので適当に選んでいますがえ見出しを追加とかっていう形で選んで。 まあ私が小松ですとかって言って下のメニューでね縦書きに変更するあのボタンもありますので今回今縦書きにしてますそして下のメニューをスライドすると文字のまあ色が変えれたりフォントとかサイズとか太字にしたりとかっていうあのものがあるのでそこであの思うようなテキストにあの変更していきますこれで アイコンは完成なんですけども、まあ、写真やっぱり変えようと思ったら写真をタップして下のメニューの置き換えをタップして、えー、写真を変えることもできます今回メディアアップロードでフォトライブラリから自分の iPhone のカメラロールにある写真も入れてみたいと思います。こうやってまあ写真だったり文字だったりラベルを調節して自分の好みのアイコンを作ることができます。 そして実際にクラブハウスのアイコンをこの画像に差し替えるためにはこのデザインしたものを一度 iPhone のカメラロールに保存する必要がありますので、えー、右上のダウンロードボタンをタップしてカメラロールに保存します。そしててクラブハウスののアアププリをを開いてプロフィールのアイコンを タップしてさらに写真をタップすると「ピック・フロム・ライブラリー」というのがありますのでそこを選んでカメラロールの作った写真をこここにセッティングしますこのねあの枠に収まるようにセットするとちょうどいい感じにアイコンが設定されますのでこれで完成となります。 ということで今日はクラブハウスのアイコンの枠どうやってつけてるのという質問に答えさせていただきました。えー、クラブハウスやってる方ぜひあのつながっていただければと思います。じゃあまたねー。